オープンスカイズはブリティッシュエアウェイズ参加のフランスの航空会社。オープンスカイズのボーイング7572008年3月に発行したアメリカ EU 間のオープンスカイ協定に伴い EU 内の航空会社は加盟国であればどこからでもアメリカへ路線の開設が可能になった。これを受けてブリティッシュエアウェイズの子会社として設立され2008年6月19日に 運行開始。同年7月、ブリティッシュエアウェイズが、ルアビオンを買収したのに伴い、2009年4月に、同社と事業を統合した。航空券の座席予約システムは、アマデウス IT グループが運営する、アマデウスを利用している。2012年12月1日、アフィリエートメンバーとして、航空連合、ワンワールドに加盟した。運行開始当初は、ビズベッドと、 ビズシートの2種類からなる全席ビジネスクラスで運行されていたが2012年6月19日からエコクラスを導入ビズシートはプレムプラスに解消されたビズベッドにはフラットシートを装備2011年10月から全クラスで iPad を用いた機内エンターテイメントサービスを提供しているオルリー空港ではイベリア航空ニューヨークの2空港では ブリティッシュエアウェイズのラウンジが利用可能。エアバス A330 から202機。ありがとうございます。